どうもお疲れ様です。ナミさん。返信の方ありがとうございます。まあ、いろんなテーマがね、入っていたような気がします。返信の中にね。まあ、一つは、ナミさんの、対いぬコンテンツの考え方。まあ、非常に深く、えー、共感するところがあります。私もこうやって毎日ね、動画配信していますし、コンテンツ販売もしていたりとかするんですけども、まだまだね、やりきれてないのがあって、ネタに尽きないと言いますかね。 これをやってみたいな、あれをやってみたいなと思うんですけども、まあ日々のこのね、活動にこぼれてるものが結構あるなと思いました。まあその一つにね、都市伝説系をもうちょっとね、深めたいなとも思ってるんですよ。まあ都市伝説っていう言い方は、多分ね、ここ20年ぐらいで出てきた言葉だと思いますけども、まあ古くはね、ノストラダムスの,の大予言、要するに未来、 この地球や社会や自分の暮らしがどうなっていくのかなっていうようなところに興味は尽きないと思うんですよ。ですんで、今ある材料から5年後、10年後をね、どのように予測していくのかっていうことと、不連続な未来ですよね。例えばね、10年後にはね、私ね、消費税はなくなってると思うんですよ。うん。で、それを前提にした社会ってのは、今存在する消費税、これを肯定したままでは全く見据えない。 そんなな未来になると思います例えば消費税がなくならないとしたらですね多分10年後は消費税13%ぐらいになってるっていうふうな予測をもとにもっと不景気になってるだろうもっと格差開いてるだろうっていうふうな前提になってくると思うんですよ。しかし私は10年後には消費税が廃止になっていて経済活動がもっともっとね旺盛になってそして食料自給率も回復の兆しを見せて で、出生率も下げ止まって回復に向かうところなんじゃないかなっていう前提で、10年後、20年後を考えることになると思います。まあ、こういうふうなね、未来予測ってものをやるようなコーナーを作っていけないかなとかね。その他50代の恋愛講座ね。これはね、私ね、なんと言いますか、生きてる以上、恋愛は続くなと思ってるんですよ。いや、私、10代の頃ね、さすがに30過ぎたらね、40過ぎたら、 もう惚れた晴れたはやめてるんじゃないかなと思ったんですけどもますます旺盛なんですよ。で私の場合は今家族がいる奥さんがいる子供がいる、うん、だけども恋愛って収まらないんですよね。うん、だからカエスがですねまあ自分にとって素敵なパートナーを選んだなと思うんですよね。他の人に目が映らないんですよね。もう奇跡ですよこれは。でこれを哲学化してそしてスキーム化してどうやってそのような 相手を見つけていくのかっていう風なところまで落とし込んでいこうかなっていうのがありますね。ですので、50代から始める、全く相手も見込みのないところから理想の相手を探すための旅ですか。これ男性バージョン、女性バージョンを私なら作り上げられると思うんですね。相当な高い自信を持ってこれね、成功させる。そんな自負があるんですが、今のところね、金を稼がすことには <laughs>、 <laughs> 特化してるんですけどね特にね今年からまたね生活保護の方を次々と稼がしてるんでこれは自分の得意分野になったなとは思うんですがね、うんまあ、そういったこともお伝えしたいなとまたあの若さについてやっぱりねもっともっと若く見られたいなとかああんかもうさすがにこの年になっちゃったからなっていう風に年齢を気にする人ってね確かに 年齢を気にするほど自分の行動や外見を整えてないような気がするんですよ。まあ私は人とのつながりがないんで、単なる私個人の先入観で言いますけどね。これはね、私はね、自分でこうやって動画を撮りながらあの、動画のサムネイルってやっぱり自分自身が出てるんですよね。だから、外に撮影に行くことがあるんですよ。サムネイル用の画像撮影とかね。でスマホを抱えてこうやって撮るわけですよ。背景を気にして。 で何、何枚か撮って、その中のいいやつを選んだりとか、まあ自分のお姿をね、背景を切り取って、こう、コラージュしたりとかね、するんですよ。も、ま、う、あ、そうなると、自分の見た目がね、毎日のようにこう、わかると。特に朝のライブ放送やってますけども、ライブ放送すると自分の姿を見ながら放送することになるんで、あ、今日はちょっと吹け顔だなとかね、目尻落ちたなとかね、あ、もうちょっとこう、あの、 ほうれい線が出てきたなとかね。ほんと毎日よくわかるんですよ。あとはどんな格好をしてるのかな。どんな背景なのかなとかね。自分を常に見てるんですよね。でその面ではライブ放送に限らず、こうやってね、撮影をしていると、自分をずっと見てるんですよ。だからね、いろんな人が生きる中で、私ほど自分の姿を見てる人っていないんじゃないかなと思うぐらいです。これはまあ YouTuber の特権というか職業病 <laughs> 特徴になるかもしれないですね。 多くの方って自分の姿を一日中見ないでしょ。そうですね。朝、ちょっとね、身支度をするときに鏡をちょっと見て、外出時に、ほんの合間に手鏡を見て、ぐらいだと思うんですよ。で私は一日中自分の姿見てますからね。それこそ、一時間に一回、数分間の動画を撮ってるわけですから、常に自分の老化、老いですよね。これを数十分ごとに受け止めてるっていうことになります。 で、どんなものを着るかなって。今でも私は新しい服を買いますからね。そして、なんとなく、こう、滲んできたりとか、ささくれでやってきた服っていうのは捨てて新しいものにするとか。靴も買ってますからね、うん。特にファッション誌をね、見てるわけではありませんけども、同じ年代。例えば最近、男組っていうね、ジャニーズのバンドが、まあ再結成してライブ放送をね、1年間だけ。 してましたけども。で、この度完全に解散しましたけども、男闘組といえば同じぐらいの年代なんですよ。どんなファッションしてるのかなとか、年齢に応じた自分のスタイルってのは何なのかなとかね。で、50代になっても似合うようなあのジーンズカジュアルとかね、そういったものをちょっと気にしてみたりとか。まあ、若作りをしたりとかね、若者の格好をそのまんま自分が取り込んでも浮くだけなんで、 50代になじむような形でアレンジして着こなしていくってこととかね、まあ、そういうふうにして50代若い50代をね作っていこうかなと年齢を10歳20歳サバを読むようなことっていうのはなかなかできませんからそうじゃないと若々しい50代ねでこの前えー、あの例のね GTO のリバイバルがありましたけども50代になった反町のスタイルああさすがに体がピッと、ね、していてお腹も出てないし うん。で、目尻は下がってね、白髪まじりのヘアスタイルにはな、ね、りましたけども、やっぱりこう、キビキビと動くことと、あとはね、背中を丸めないこと、あと、ノリがいいこととか、笑顔が多いこと、表情が豊かなこと、これが若さなのかなと思いましたよね。まあそういうふうにして、今回の動画いろいろと詰め込みましたけども、なんかね、私の気持ちが、わったかなと。最後はね、一人と家族ってやつです。うん。これね、ナミさんが最後の方に申し上げてましたけども、 あの動画放送したいけどもコンスタントに、うん、ライブ放送したりするのは家族やるとこんなんだよねってところ私もそれ共感するんですよですんで私の場合は深夜が活動域になってきますまさに今深夜というより明け方4時になっちゃいましたけどもこの深夜の2時3時からスタートして朝の6時7時までが独身時間といってまあ周りもね真っ暗で深夜ですしね物音がしない静かな環境なんですよ うん、まさに独身で過ごしてるような4、5時間なんですよね。ここでどれだけ自分のコンテンツが作れるかとかね、それからいろんな無料動画を作っていけるかっていうところが、まあ、勝負なのかなと思っています。で、朝の5時半からのライブ放送でフィニッシュって感じです。たまにね、ヤマトくんがその時間起きてきてライブ放送中断したりとかするんですけども、まあ、そこがギリギリのラインかなと思いますね。で、あとは、 あ大和くんが出かけていって、まあ、奥さんが出かけていって私が一人家に残されたりするんですけども当然家事買い物その他 <laughs> 家のメンテナンスっていうのがありますんでね、えー、なかなか動画が撮ることができないでそこで生み出されたのが令和セルシオシリーズなんですよ買い物に行く行き帰りその途中に動画少しでも撮ったろうかなみたいな感じで令和セルシオシリーズセルシオに乗ってる間ずっと放送してるみたいなのがありますけどね うん、なんとかだからねそうやってあの決まった時間じゃなくてもできることあるなあっていうところですよねまあでもねナミさんからこうやってあの個別のメッセージいただいて、うん、なんかちょっとこう私もね人間関係友人関係全くないんで、えー、本当に10年代のこう戦友といいますかビジネス仲間のナミさんからねお声がけいただけると非常に嬉しく思います。うん、あの 何て言うんですかね、熟成さんからいただけるメッセージも喜ばしいものがありますけども、それとは別のね、同じマネージャーとしてのいろんな考え方が聞いて、非常に嬉しく思います。今後もよろしくお願いします。それでは、またありがとうございました。体に気をつけて笑いと健康